エソンヌ県は、フランスのイルド・フランス地域県にある、行政区分番号91番の県。オードセーヌ県、バルド・マルヌ県、セーヌイコールイコールマルヌ県、ロワレ県、ブールイコールイコールロワール県、イブリーヌ県に隣接する。北部はほぼ、パリの都市経済圏に属し再開発が進んでいるが、南部は未だに、地方色を濃く残している。 県名の由来は県域を流れるエソンヌ川 FR、エソンヌにちなんで名付けられた。旧イルドフランスを革命以前の州で色分けした地図1964年7月に発布された基本法に基づき、1968年1月1日にセーヌエオワーズ県を解体した際に、その南部を母体として新たに構成された。1969年にはコミューンのシャトーホルト、 トゥス・デゥ・ノーブルが、イブリーヌ県に編入された。エブリーヌ県庁が建設されるまでは、暫定的に、コルベイユ・エソンヌを、県庁所在地としていた。エソンヌ県は3つの郡からなり、さらにその下にの42のお氷があり、全体で196のコミューンが存在する。出展、1968年以降、INSEE 現存するのアトリエ線前線を通じて、 フランスで活躍した日本人画家、藤田嗣ぐは1961年にパリからこの地へ移り住み、その農家を改造したメゾンアトリエ藤田は藤田の終わりの住みとなった。彼の邸宅は現存し、1991年に未亡人の君与夫人から県へと寄贈、現在も同県の管理下にある。ちょうど品等も王子のままで日本語での解説コーナーもある。 1994年にフランスの歴史的建造物に指定され、2000年秋からは一般にも公開されている。ありがとうございます。